はい、どうも、コミです。さて、本日はこちらの関西クラクラクラブホームからですね、お届けしながら、後半一本ですね、TH コンプリーターさん行ってみたいというふうに思います。クラ対戦リーグのですね、中身を見ていきたいと思うんですけども、今回ですね、我々関西クラクラクラブ初のチャンピオンリーグ2位にですね、今、挑んでるんですけども、なんとなんと、今ですね、この1位クランとの直接対決ですね。だいぶ、初手から差がついているんですけども、まだね、わからないんで、まぁ、ちょっとこれからなんとかひっくり返せないかなと思って、最終日ですね、力を合わせて頑張っていきたいというふうに思うんですが、まぁ、これが公開されてる頃にはもう多分決着ついてるんでね、まぁ、歓喜に沸いているか、もうヘトヘトになって、うなられているかどっちかですね。なるべく前者でいきたいと思うんですけども、本日はですね、オデヒネクロ、まあ、ネクロラッシュですね。スターさんという方、もうかなり YouTuber をご覧になっている方はご存知だと思うんですけども、グローバルランキングも席巻されているね、本当に、今、注目の日本人プレイヤーの方が生み出した、グランドボーデンにヒーラーをつけたオデヒというパートから、ネクロマンサーをドドドドッとこう流し込むですね、アタック。これに関して、ちょっと自分もですね、今回のリーグで使ってみました。一回だけなんですね。で、使ってみたらですね、やっぱりその伸び方が半端ないなっていうのが分かって、まあ、ちょっとそこら辺をですね、お話ししていけたらなと思います。まあ、合計で、何本だ？今回はですね、4本かな、ご覧いただきたいというふうに思っているんですけども、まずはこれですね。こちらのアタッカー、これか。はい。行ってみましょう。ですね、まあ、これ自分が攻めたアタックなんで、ちょっとね、見る前に簡単にちょっとプラン、なんでこれにしたかっていう点をお話ししたいと思うんですけども、まず1点目は、グランドウォーデンのオデヒーとライトニングで奥深くまで削れるところがないかなという視点ですね。で、今回ね、まずそのライトニングを打てるところから自分この攻めをする場合、ポイント探すんですけども、ここですよね、ここ一つは。ここ。投石機をまず絶対狙わなきゃいけない。投石機周りですね。これとあとこの辺。見てみると、まあ、美味しそうな投石機周りの角って言ったら、こっちですよね。ここにクロス棒と、投石機がまあありますんで、これまとめて折れるし、グランドウォーデンやロイヤルチャンピオンにも、まあ、ちょっとこうライトニングのダメージを入れることができると。まあ、いう点でちょっと美味しいですね。アチャ島もおまけでまあ折れるかなというところ。で、ポイントはここをこう折った後ですね、グランドウォーデンのオデヒを展開するんですが、まあ、一つはここですよね。あともう一つはここ。で、オデヒーを展開した場合に、そのオデヒーパートで、このライトニングを、折ったエリアにこう、つながるようにカットができるかどうかなんですね。こういう風にカットができるか、ないしはこういう風にカットができるか。で、どっちかができなきゃいけないんですけども、やった上で、ネクロマンサーにとって優位なルートが出来上がるかなってところもすごい重要かなと思います。で、こっち側まずこのダークエリクサーのタンクがありますよね。これをね、グランドウォーデンで折るのは、ちょっと骨が本当に折れるなって、別にうまいこと言ったわけじゃないですけどね。骨が折れるなって思ったんですよ。で、こちら側の方を折ってみようと思うと、まあ、比較的楽ですよね。アチャ島と、あとこの迫撃砲を折りながら、ここまでこうガツンとこうですね、ライトニングを使いながら、グランドウォーデンのオデヒーでこう削ることができる。そうすると、まあ、ここに隙間がね、こう壁に隙間があるじゃないですか。この隙間を通って、ネクロマンサーたちが、こっからぐいーっとタウンホール方向に向けて直進してくれるかなっていうふうに思いました。で、こうね、壁に隙間がやっぱ空いてる配置って美味しくて、そこの中に一層もう無条件で入れるんですよね。逆にこっちから出てっちゃうっていうリスクも当然あるんですけども、まあ、そこはしっかりババキンと投下弊社使って塞げばいいかなと、塞いで、スケートもこっちにこう流していく。ジャンプをかけてここを越えていって、もう一個ここにジャンプを打っていけば、あとはもう適当に、こうユニットが分散して、惰性でもう伸びてくれるかなって思いました。で、もう一個やっぱポイントは、このマルチインフェルノですね。これを最後に残しちゃうと、大体ネクロマンサーが最後まとめて溶かされちゃうので、ここをどう処理するかっていうところにも、ちょっと注目。今回は、この周り実はあんまり、ね、ユニットがいないので、ロイヤルチャンピオン、プラスアイスゴーレムでここを処理していきます。で、まあ、ストライカーを連れてきてるのは、そこの処理の時にバーバリアンキングと当たっちゃうからですね。というところでプランを練った結果がこちらです。まずポイントはグランドウォーデンのオデヒーを先にやるっていうことをですね、この攻め方って真面目に時間が当たんなくなるので、
必ずオデヒーから先にやるというところがまずポイントになります。まあ、ヒーラースキルとしては本当はネクロマンサーにスイッチしやすいこっちのね、方便にしたかったんですけども、ちょっとこの対空砲が若干ビビっちゃって、あとこのアジャトンのね範囲に入っちゃったのが嫌だったんで、まあ、若干この9時側にね、流しました。でライトニングを使ってここですね、こう丸々っとこう縦一本でこうね、壊れてるのが分かりますかね。絶対にネクロマンサーが、出てきたネクロがこっちにはまあ反れないように、こっちに行くような、まあそんなようなね、カットの仕方をしてるのが分かると思います。この金庫に関しては別にまあ壊す必要はないので、もうネクロマンサーとスケルトンで壊していこうと。むしろこちら側ですね、ここからユニットが出ていっちゃう方が怖かったんで、きっちりとバーバリアンキングと、あとはウィザードをペッカ部隊で、外周に反れないようにカットをすると。いうところですね。ロイヤルチャンピオンもダメージ入れてるんで、このまま一気にこう削っていってくれます。アーチャークイーンも、ね、スケルトンと一緒に歩いていれば、まあ、シングルインフェルノは怖くはないですね。レイジの呪文はなるべくその防衛軍とあとタウンホールを早めに突破したかったんで、ここで使いました。まあ、ペッカが壁殴ってるのも完全に誤算ですけども、まあまあこのくらいはしょうがないかなというところですね。まだジャンプ、フリーズ、トーム、この辺の呪文があるので、ロイヤルチャンピオンでのこのマルチインフェルノはまだちょっと折るタイミングではないなということで無視してますね、今のところは。まあ無視しても影響ないですしね。しっかりとここのトームをかけてタウンホールを追って、さらにこのトーム中に投石機になるべく迫りたいというところですね。投石機に迫っていくジャンプも打っていて、でこの辺まで来たらもうちょっとそろそろマルチインフェルノが危ないんで、ロイヤルチャンピオン展開ですね。アイスゴーレムでババーディアンキングと、あとは、ね、大砲のターゲットを取って、ストライカーロイヤルチャンピオンでババキンを潰すことができさえすれば、あとホーミングシールドを使ってマルチインフェルノまで折れるかなというところですね。マルチインフェルノを折るタイミングが難しくて、これちょっと遅れてネクロがそっちに歩いていっちゃうととんでもないことになっちゃうので、ここはしっかりとこれで追っていくことができました。でそうなるとやっぱこういうですね、壁にここも隙間が空いてるので、ジャンプの呪文を使うことによってネクロマンサーがこう壁の外に出ていくことができるんですよね。でこれがすごい美味しくてですね、時間切れになるやっぱリスクの高い戦術なので、なるべく壁に捕まらせたくはないので、今回自分がこれイエティではなくてネクロラッシュを使った理由はそこにありました。シングルインフェルノが多いのでイエティにとってはまあちょっと不利かなというところだったんですけども、壁に隙間がめちゃくちゃあるので、であればその隙間をうまいこと使ってネクロマンサーで押していけないかなと考えて、 EAT ではなくてネクロマンサーを使ったってことですね。シングルインフェルノと壁に空いてる穴、まあ、この2つが今回この攻め方を使ったまあ、ポイントになります。でまあこうね見ると、まあもうこんな前回は見え飽きましたよという多分皆様多いことだと思いますんで、一本だけちょっとですね、今回も失敗動画を入れてます。で、まあ、よくある失敗ですね、それっていうのを、ぜひね、一緒に見ててもらえたらなというふうに思います。と言いながら次はですね、その前にまずもう一本ちょっと成功例を見たいんですけども、これほんとちょっとですね、ミスっちゃったりしても全然、なんていうのかな、戦術の強さでいけちゃうというか、今回で言ったら、シングルインフェルノが3本なんで、で、かつね、壁の隙間っていうのも、まあ、こういうところですよね。こう空いてるので、まあまあ、比較的、やりやすい、このネクロ戦術と、さらにここ、クロスボウ2機プラス、対空砲はまあいいとしても、投石機プラスインフェルノ。これがライトニングの、5発プラスクエイクして折れちゃうってのがでかいですね。パンテータさん、今回もしっかりここですね、ライトニングを与えたこの部分と、グランドオーデのオデヒーパート、ここをこう、つなぐようにカットしていて、しっかりとですね、ネクロマンサーとしか反れないような、この奥深くまでの直線カットっていうのをやっていますね。で、ネクロマンサーを一気にドバドバッと出していきます。で、今回のケースは少しですね、この、ここですね、ここ。この隙間が怖かったんで、しっかりバーバリアンキングで、こちらの十字方面カットしたかったというのがあって、ネクロマンサーも入れてます。まあ、ネクロ入れた理由はもう一個このシングルインフェルノにババキンがたげられてほしくないというところもあったんですけども、結構ね、これネクロがごっつり、ごっつりって、ごっつり、ごっそり、それちゃったんですけども、いや、このね、トーム中のスケルトンっていうのがやられないじゃないですか。そいつがインフェルノの、ま、ギガインフェルノのタゲを取りながら、後ろから来るスケルトンがゴリ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 ギガインフェルノを押す。で、レイジスケルトンの状態で殴っていくと、今、ものすごい勢いでタウンホールが、壊れていったの分かりましたかね。こんな風になるみたいですね。
まあ、トームを使うっていうのは当然、ネクロ本体を守るっていう意味もあるんですけども、今 の, あのパンテータさんのトームの付け方は攻めのトームにもなっていて、レイジスケルトンで、なんだ、加速されたスケルトンたちがトームによって無敵化されて、ギガインフェルノの攻撃をずっとそこで食い止め続けるんですよね。で、食い止めてくれてる間に次後ろから出てくるスケルトンが、ギガインフェルノにこうアタックしていって、しかもレイジーに乗っかってですね、一気にそこを、駆逐していくという形になります。まあ、言葉で言うのは簡単ですけど、見ても、でも、やっぱりこの、なんて言うんですか。ポテンシャルは感じますよね。まあ、この後、どうやったらそれが失敗したのかとこ見ていくんですけども、何せこのネクロンの残り方ですよ。あんだけそれたにもかかわらず、このネクロンの残り方。まあ、すげえなっていうね、もう感じです。ただ、まあ、やっぱり、今、パンセタさんのアタック見ててもわかる通り、序盤のプランがすごい大事ですよね。ここの、なんて言うんですかね。ライトニングとグランドオーデンのオレヒーところ、こういうふうにこうちゃんと繋いで、奥深くまでカットできてるかどうかっていう。で、そのカットを使って、ネクロマンサーをこう流し込んでいく。で、まぁ、今回、それちゃったネクロマンサーをここからしっかりこう合流できるように、ジャンプの呪文を打ってるとかですね。あとは、まぁ、トムのタイミングとか、レイジのタイミング。まぁ、そういった、スキル面っていうのは当然求められてくるので、何も考えずに使って多分取れるっていうのは、まぁ、正直そんなないだろうとは思うんですけども、ただまぁ、ポテンシャルはめちゃ高いのでね、ぜひぜひ試してもらえたらなというふうに思います。と言いながら、まあ自分も今回、この7戦やって1回だけでしたけどね、この、ネクロラッシュがめちゃ刺さるなっていうふうに実感できたのは。まあジョーカーさんなんかが、すごいこれ、多用されてるって聞きましたけども、まあそのレベルになってくると、ほとんどの村をこれで見れちゃうのかもしれないですね。まだ自分そのレベルまで全然行ってないので、というかまあ、あの辺の方々はもう別格ですね。うまい。うまいので。まあちょっと私は、凡人的なまあ視点でちょっといろいろですね。自分の気づいたことをこうお話しさせてもらえたらなと思っているんですけども。ごめんなさい。これパンセッタさんの失敗でちょっと一本ね、使わせてもらいたいと思います。クロスボウは4機とも陸ですね。なんでちょっと範囲が広いということと、シングルインフェルノでも3個あるので、まあ、ここに関しては、まあ、ネクロマンサーを比較的やりやすい。さらに壁の隙間がこれめちゃくちゃ空いてますね。いろんなとこ、この辺もそうだし、この辺もこの辺ももう全部壁という壁に隙間が空いているので、まあ、そこに関しては、結構この、ネクロラッシュが刺さりやすい形にはなっているかなという気はしますね。で、先ほどと同じです。しっかりネクロが、それないように奥深くまでこうカットする。ここですね。クエイクとライトニングも使って奥深くまでカットしてから、ネクロをこんな風に流し込んでいくという形のプランですね。で、グランドオーデンはしっかりとネクロマンサー本体についていくように、ネクロを出す一目のライフオーラの中にしてますね。こういうところもなるべくそうした方がいいと思うんですけども、的確かなという風に思います。すごいですね。やっぱり自然にそういうところができるのは、まあ、うまいなって感じがします。ネクロは壁の中に入っていきたいところだったんですけども、ジャンプじゃねえば、これなんだ、バネトラップか。バネトラップで、スーパーボールブレイカーが飛んじゃったので、ここでもうジャンプをこれ使わされちゃったんですね。使わざるを得なかったというところで。なんでかっていうと、これ、おそらくタウンホールに一発、アシャクイカネクロがダメージでいっちゃうと思うんですけど、入れた瞬間に、スケルトンが壁を越えられないままずっとギガインフェルノが起動しちゃうんで、で、おまけにクロスボウもね、ここ出てきちゃったりしてるもんだから、なるべく早めにイーグル砲も含めて、壊したかったっていうことで、もう星2を確定させるためにジャンプを使ったっていう感じだったんじゃないかなと思います。ただまあ、理屈上は今この形って、壁の隙間を利用すれば全ての防衛施設に、ネクロマンサーの、この魔法攻撃が届くような、形になってるんですけども、とはいえ、やっぱりですね、こんな形で足止めを食らっちゃうと、スケルトンがガンガン、こう焼かれる、てるじゃないですか。で、その焼かれてる、家中にネクロマンサーもこう入ってちゃうんですね。今、こいつそうですね。こういう風に。こいつもそう、どんどんこう壁際に入ってちゃうんですね。そうすると、スケルトンがやられた瞬間に一気にネクロマンサーにターゲットが移って、ないしは投石機とか、ウィストに巻き込まれるような形になってしまって、結局全部ネクロが落ちてしまったというのが、まあ、今回の、パンサーのですね、残念ながら前回伸びなかったポイントかなというところです。まあ、やっぱり、この攻め方をする場合には壁にスケルトンを捕まらせちゃダメですね。なるべくネクロマンサーとスケルトンがいる距離っていうのをこう開けながら、
前進していけるような形を作っていかないとダメなんだなっていうのがやっぱりよく分かったし、まあまあそれは正面からの相対し方であって、あと横ですよね。横方面から、打たれちゃうのは良くないので、そういうのも注意した方がいいかもしれないですね。まあ、いずれにしても透析機にダメージをこう、ライトニングとクエイクで与えながら、こうですね、そのさらに手前側こういうところをグランドボーデンでカットできる。まあ、つまりシングルインフェルノが間近にないとか、クロスボウが、グランドボーデンにこうターゲット取んないとか、防衛軍が出てこないとか、まあ、そういう村っていうのが比較的、このライトニング、グランドボーデン、オデヒからのネクロラッシュっていうのをやるのに、まあ、適しているというか、やりやすいのかなというところですね。まあ、自分は一応それを基準にしてやるかどうかを見ています。ではですね、最後1本、TH コンプリーターさんからも見ていきたいと思います。そちらに移ってまいりましょう。さあこちらですね、 T コンランボさんのアタックなんですけども、このですねオデヒからのネクロもすごい上手いんですよ。もうぜひ見てほしいアタックの1本なんですけども、今回はクエイクとライトニング合計で8枠分持っててますね。この辺のクランジを含めてこう潰すような意図になってますね。クランジを透析機イーグル砲、これ全部巻き込めちゃうので、こんなに美味しい区画はないということで、しっかりそこを追っていきましたね。で、そうすることによって、じゃあ、つなげるのはどこまでつなげなきゃいけないかっていうと、これ結構遠くて、ここまでですよね。だから、ここが折れたっていうことは、グランドボーデン今こう出てますから、ここまでこう、つなげていかなきゃいけない。ここですね。で、だいぶ長いので、時間切れにならないように、ランボさん、これ、ベビードラゴンとか、今、バルーンを使ってたのがわかりますでしょうか。それを使うことによって、なるべくこのラティングで壊した区画、ここですよね。ここを早く壊して、ここをつなげたかったんですね。こういう風に。で、今つながったんで、もう、ネクロマンサーたちは、こう入ったら、こっちにはそれないですよね。こっちにこう行くっていうのがわかるので、このタイミングでもうネクロを出していきます。で、9時方面に関してはしっかりとバーバリアンキング、あとペッカーですね、東海兵士から出てきたペッカーを使ってカット、この辺の対空砲、大砲あたりはビザードの攻撃で破壊していきますね。このシングルインフェルノは、中にジャンプで入っていったネクロマンサーたちが追っていってくれるというところですね。で、相対するこの透析機、ここに関してはもうきっちり、フリーズで固めていきます。で、ネクロマンサーたちがしっかりと透析機に、近づいたところら辺で、もうフリーズは無駄打ちを避けるためにやめて、で、ギガインフェルノが来たんで、多分これ、どっか別のところタップしたのかな。フリーズ持てたんだったら、まずは、このギガインフェルノにおそらくフリーズを使いたいタイミングではあったと思うんですけども、ギガインフェが起動しちゃうと一気にネクロマンサーたちがやられちゃったりするので、そうならないように今しっかりとフリーズで止める前にトーム使いましたね。ただこのスケルトンですよ。これ、ネクロ本体に全然ギガインフェのダメージが入らないっていうね。スケルトンが多すぎて。だからこれだけ、今ネクロが中心部に、まあ、何体1、2、3、4、5体か5体ぐらいいますけども、これぐらいいれば、ギガインフェルノの毎秒 300×4 体っていう、このダメージをスケルトンで受け切ることができるってことなんですね。つまり出したユニットが全部で12体のスケルトンだったんで、そのうちの半分弱ぐらいが、しっかりタウンホールと一体してこう、相まみえれば、スケルトンの方が、勢いで勝っちゃうっていう。まあ、当然ね、スケルトンがその前に全部やられて、もうネクロが剥き出しとかいう状態だったらまた話は別なんですけども、まあ、ある程度のスケルトンがいさえすれば、後からどんどんネクロがスケルトンを出して、で、しかも自分たちでこう魔法攻撃とかね、ウィザードが後ろから来たりとか、アーチャークイーンが後ろから来たりとか、なんだかんだサポートがあると思うんで、そのサポートの恩恵を受けながら、押し切っちゃうってことですよね。いやー、すげえなって感じです。ないですね、本当に。透析機だったり、ギガインフェルノだったり、範囲攻撃でやっぱ怖い施設っていうのをしっかりとこう抑えて、そこのタイミングで、レイジを使ったり、トームを使ったり、あとはフリーズを使ったりしていくっていうことですね。で、なるべくそういう施設からの攻撃で、スケルトンじゃないわ、ネクロマンサー本体がやられないようにケアしていくための呪文の使いどころっていうのを事前に考えているんだろうなというのが、まあ、攻める中でのポイント。攻める前は、透析機を巻き込むようなライトニングの打ち方をして、その巻き込んで壊した区画とグランドオーデのオデヒを使う区画までが、こうしっかりと全部壊れて、サイドカットとしてこう一直線にね削る、こういう一直線に削るサイドカットが
できてるかどうかですね。この部分っていうのを境目にしてネクロマンサーがこう進んでいきますので、もしもこれが残ってるとこっちにこうね飛んでいってしまって、とんでもないあのバラバラ事件に起こなってしまうので、ネクロマンサーをバラバラにしないためにも、固めてしっかりとですね、動かすためにもこういう、奥深くまでライトニングとグランドオーデンのオデヒを使ってカットする、ここがやっぱりポイントになると。でそれをやるだけの価値のあるライトニングの打てるポイントだったり、あとマルチインフェルノがないシングルインフェルノ多めの配置だったりという配置を狙うポイント狙うかどうかっていうところが、まあ、この攻め方をするかどうかの判断の分かれ目になるのかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日、合計4本ですね、このスケルトンラッシュ系のアタック見ていただきました。いかがでしょうかね。なんかあの使ってみたくならないでしょうか。まあ、このアタックを自分こう収録して公開させていただくのはこれが3回目か2回目かなぐらいになるんですけども、収録するたびに自分もやってみたいと思うし、ぜひですね、皆様も、参考にしながらチャレンジしてみてもらえたら嬉しいなというふうに思います。で、またですね、この動画参考になったよということでありましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。すごい励みになりますんでね、ぜひぜひお願いします。そして、ダンホール13、または12、11と、この3つのダンホール帯の動画、今後も配信をしていきますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。そして最後に宣伝です。チャンピオンズリーグですね、TH コンプリタさんも我々関西クラクラクラブも今、チャンピオン2にいます。でそこでですね、また一緒に戦ってくれる方、または JWC もそれぞれ出てますんで、その JWC も一緒に、楽しくですね対戦戦っていただける方、いつでもお待ちしておりますのでね、タウンホール13からなりますけども、お気軽にそれぞれのクランお越しいただければ嬉しいです。 GS さんもメンバー募集してらっしゃるのかな、ちょっとそこら辺が私分かんなくて今そのですね、宣伝言えないんですけども、GS さんも募集してるかもしれないので、またですね、そこら辺聞いて、コメントとして、またこう、動画の最後にお伝えさせてもらえたらと思います。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。